追加プレゼントなんか今日届きました。追加って追加？追加変だよ。今日届きました。はーい、開けてみます。よいしょ。これは何ですか？バッククリップ。なんだろう。バッククリップって何かな？大きいクリップだね。うん。猫のバッククリップ。猫のバッグ、バッグ、バッグ、クリップ。カバンってことだね。うん。はい、ポンちゃん。あ、ポンちゃん、おもちゃを開けてみないと分からないかな。うん。ちょっと開けてみようか。よいしょ、よいしょ。よいしょ、よいしょ、よいしょ。よいしょ、よいしょ。はい。開けてみます。あ、お菓子が入っています。かかってるか太ります。はい、あ、ごめんなさい、なんだろう、バッグクリップ、はい、バッグを、あ、ひょっとしてさ、口が開いちゃうやつをパカって閉じる。あ、わかった。それ、うん、よりさ、あれかな、あのお菓子とか食べた後にさ、あ、そういうこと、そうじゃない？あのポテチを閉じるやつ。そうそう、お父ちゃんが、黒犬パパがポテチを食べた後に、うん、これでピッてやっとけばいいんだ。なるほど、一回開いたやつを途中で閉じると思ってるね。一回くらいは閉じるんだよ ね。でもその日のうちにもう一回開けるよね。半分を過ぎたあたりでちょっとね、罪悪感が出て一回やめるんだよね。そうだ、でもやめるのにまた何回も開くね。そうなんだよね。で、だいたい1日か2日でなくなるんだよね、うん。あ、なんか可愛いもの。なになに？これは？なんか測りがついてるね。フラミンゴ。フラミンゴ。ん？フラミンゴ。フラミンゴの形をした。スケールってことかな？うん、そうだね。物差しってことだね。よしよし。こうすると見えます。可愛いです。なんだか面白い、面白可愛いです。こんな感じになっています。うん、ほい。やったねー。なんかね、コーヒーポンポン。かわいいよ。コーヒーキャンディー。香料不使用。うん。あ、飴なんだね。三毛玉。デザインがかわいい、ね。なんかかわいいよね。なんか、三毛猫、三毛猫コーヒーポンポンって書いてあるよ。うん、かわいいね。はい、ありがとうございました。パッケージがおしゃれだね。あ、ちゃんとシールもミケちゃん、はい、かわいい。開けるのもったいないかな。後ほどね、じゃあ、うん、はい、ジャン君がありがとうと言っております。ありがとう、ジャン君、よかったね。ポンちゃんもありがとうにゃん。